先手、釣ったファンは数知れず、48グループ最強の釣り師、いや釣りバカアイドル渡辺美幸。後手、ついに NNB の頂上決戦が実現。すでに妥協を許さないストイックアイドル山本さやか。お願いします。さあ、ということで今回は、NNB 代表スペシャル解説員は山田奈良です。よろしくお願いします。はい、お願いします。NNB 同士の対決でございますけどね。ミルキーは割とファンの方とかからも割となんかいいイメージというかマイナスな部分を見せないので、ちょっと暴露したいなと思います。なるほど、裏での渡辺。NMB48 ダブルエースの対決。まずは両者の質問をチェック。いや、これは1番がとんでもないですね、これはアイドルとして言われるとどうなのかなって。確かに。まずは先手渡辺、はい、よっしょ。まずは山本の私服に関するこの一手。3番でいきたいと思います。さあ、なぜ3番を。メンバーの誰もが思っていて、でもきっと本人自体実は言われたくないと思うし。なるほど。自分でもファッションセンスがないことは分かっているが、正直高橋みなみさんよりはマシだ。何これ。いいえ。飛び火すんの。もうギリギリギリ。さあ、針は？これ？どうだ。おお。すごいところ。おっと、これは。実際どうなんですか、これは。高村さんのファッションをダサいと思ったことがないんですよ。今ちょっと鼓動がすごいんで、ちょっとそれのせいかなと思うんですけど、それはファッションセンスがないからです。ミルキが思ってた。こいつが思ってた。そうだ、まずはミルキが思ってたんだよ、それ。はっきり言ったもん、今。てか、これ何、今日何の対決ですか。山本はこのファッションセンスはないわけ、私服は。なんか、私が一番びっくりしたのが、普通の服に小学生とかが履く白の長いハイソックスあるじゃないですか。ここまでの服履いて、でショートパンツ履いて。言い方が悪いです。ちゃんとラインとか履いてたんです。無地じゃなかったですよ。いや、でもラインがこうサッカーをやってる子が履いてるような。それ自分ではイケてると思う。と思って履いてたら、全然ファンじゃない方に通りすがりに出せって言われて。すごいね。さあ、では後手山本行きましょう、はい。さあ、何番で行きましょう。6番。なぜ6番を。これは私メンバーに聞いて、あ、そういえばそうやなっていうのを、イメージに多分ないんですよ、みんな。これはちょっとすごい、かなりぶっちゃけてます。ここだけの話、下着姿になった時股を描く癖がある。いいえ。何でしょう、これ。マジで。何でしょう、その癖。着替えている時によく描いている。いいえ。いっぱい超えました。これはどういうことだ、本当。着替える時に、まあ、下着姿になるじゃないですか。で、下着姿の時間がまず長いんですよ。話しかけながらちょっと書いたりとか。いや、私よりもね、上行ってるよ、それ。すごい。さあ、現在1対1でございます。さあ、これはもうやり返してもいいんじゃないですか。そうですね。さあ、何番。さあ、1番。さあ、来ました。さあ、それではお願いします。実は毛深いことを気にしている。さあ、だいぶ動揺はしてるようですけども、セーフ、セーフですね。これは目撃情報で、よく腕の毛とかを抜いてるとか。私結構見ますね。あ、そう。でもみんな抜いてますよ。逆にそれをハリオファってことは気にしてないってこと、自分自身は。毛深いとは思ってないですけど、毛は生えるじゃないですか。だから普通に処理してるだけで、暇さえあればこうやって抜いてる気がする。それこそ癖ですね、多分。またからいたり毛抜いたり、何なんだこのグループ。